ジエゴ・マウリシオこと、ジエゴ・マウリシオ・マシャド・ジブリッドは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。ドログビーニャとも呼ばれる。2010年に CR フラメンゴのトップチームに昇格し、5月23日に初出場。その体格と能力の高さから、ファンは彼のことをリディエ・ドログバに例えて、ドログビーニャと呼び始めた。7月21日に初得点を記録。 2011年5月には、シャフタールドネツクからの600万ユーロでの遺跡のオファーがあったが、フラメン語の会長であるパトリシア・アモリムがこれを認めなかった。結局2012年8月14日に FC ・アラニア・ウラジカフカスに280万ユーロで売却。スポルチレシフェでのレンタル生活を経て2014年7月にポルトガルのビトーリア FC に加入した。2015年に CA。 ブラガンチーノに移籍。同年にサウジプロフェッショナルリーグのあるカーディシアに期限付き移籍した。2016シーズン開始前にはタイプレミアリーグのラーチャブリー FC に加入したが、1ヶ月のトレーニングをしただけで退団した。結局同年は中国サッカースーパーリーグの石化層、栄昇足玉クラブに期限付き移籍した。2017年より K リーグのエバラ FC に所属。 ありがとうございます。